こんにちは、こんばんは、ひげの部屋です。本日は心療内科の怖い話を話していきたいと思います。最後まで楽しんでいただけたら幸いです。それではどうぞ。しょうこさんが不眠で心療内科に通っていた時の話。診療を終えた翔子さんは混み合う待合室で会計を待っていた。すると隣に同じように診療が終わったのか、30代ほどの男性とその母親らしき人が腰をかけてきた。母親らしき人が翔子さんに小さく会釈する。会釈を返しつつ男性を見て翔子さんは、あ、うつ病だと確信した。正気のない目、ボサボサの髪と清潔感のない洋服、うつむいて座る男性の視線には床に固定されているように見えた。一方、男性に反比例して母親は清潔感のある服装で、髪もきちっとまとめ小切れだった。母親はしきりに小さい声で男性に話しかけていた。その目は慈愛に満ちていて、仲のいい親子だなと見えたそうだ。会計がなかなか呼ばれず、手持ち無沙汰になっていた翔子さんは親子の会話を聞いていた。不自然にならない程度に親子側に体を寄せ耳を澄ます。ほらね、だからほら、穏やかな女性の声が聞こえ、死んじゃいなさいよ、あんた、ね。その辺の車にもさ、飛び込んで。ほら。簡単でしょ、ほら。できないなら、手伝ってあげるから。ね。翔子さんは、脇からどっと嫌な汗が出た。横目で親子を覗くと、先ほどと変わらず、優しい微笑みを浮かべて、母親が話している。視線に気づいた母親はにっこりと彼女に向けて微笑んだという。これ以上無理と翔子さんは席を離れたそうだ。一つだけわからないの。わざわざ息子を医者に見せてるのに、なんで病院でそんなこと言うのかなって。そう知り合いの翔子さんは話を締めくくった。こんばんは、こんにちは、ひげの部屋です。ですね、本日の小話なんですけど、やっぱ結構短い動画になっちゃって本当にすいませんでしたっていうのと、心療内科についてということで読ませていただいたんですけど、いや本当に病院系って本当怖いですよね。なんかもう僕病院嫌いなんですよ。まあ注射が嫌だっていうのも一個理由であるんですけど、もう一個がその怖いから行きたくないなっていうのがあって、で読んでて今日一コアだったじゃないですか。結局お母さんが息子の世話が嫌だったのか何なのか分からないですけど、早く死んでみたいな風に言ってて、うわーって鳥肌でしたね。本当にもうゾワってしちゃいながら読んでました。皆さんもなんかそういう病院系の体験とかありますかね。あったらコメント欄書いてください。最後までご視聴ありがとうございます。それではですね、また次の動画で会いましょう。最後にチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは失礼いたします。